唐ヤギまたは、唐ヤギは、ヤギとヤギとを戦わせる競技である。主に、沖縄県で行われる。ヤギが持つ、縄張り内での序列を決めるために喧嘩をする習性を、利用した競技である。瀬底島では、毎年5月と11月に行われている。現地では、ヤギの喧嘩を意味するピージャーオーラ祭と呼ばれている。1970年代に、 沖縄海洋博覧会の工事のため、一時期、途絶えていたが、1995年に、島おこしの一環として復活した。リングに入れられたおスヤギ2頭が、角と角をぶつけ合う正面割りや相手の角に、自分の前足をかける掛け技や肩で相手を押し倒す、肩押しなどで勝負する。勝敗については特に決まりはなくせ、底島では、制限時間15分の間に見た目で勝敗を決めている。 引き分けの場合は、飼い主のじゃんけんなどで決める。1985年に、瀬速大橋が開通して以来、沖縄本島との通行が可能となっているため、現在では、本島のイベントでも、唐ヤギが行われる場合もある。タラマ島では、ピンダーアースと呼ばれる。ピンダは、ヤギ、アースは、合わせを意味するタラマ方言である。毎年、春秋2回のタラマ島。 フィンダース大会が開かれており、2017年5月で第14回を数える。この回では、初めての当該からの参戦として、石垣島のヤギ2頭が参加した。前足を高く上げて、相手を威嚇する、前立つ、前立つに続けて、角をぶつける、脳天割り、頭を突き合わせて押す、頭突き押し、自分の角を、相手の角、首、足にかける、かけ技。 互いに押し合う、肩押し等の技で戦う。与那国等では、日本再生端与那国と国際カジキ釣り大会の記念イベントとして、闘牛に先立つアトラクションとして、闘やギが行われる。ありがとうございます。